こんにちは、はじめしゃちょーです。私は今日、世界の常識を変える数々の YouTuber が挑戦してきたこちらの飲み物を知ってますでしょうか。そう、デスソース。もう知らない人いないぐらいだと思うんですけども、めちゃくちゃ辛すぎるソースとして超有名です。多くの YouTuber がこれはバズゲームとして扱い、またはドッキリとして扱い、たくさんの人を苦しめてきた、まあ良くも悪くも極悪な調味料でございます。もう本当に何回も舐めたことあるんですけども、もう本当にもうなんか辛すぎてどうしようもないくらいもう大変なことになっちゃうんですけども、一般の人が舐めるとこんな感じになってしまいます。どうぞ。はい、というわけで見て分かったと思うんですけども、もう言葉が発せないくらい本当に激しい痛みに襲われて、その痛みがしばらく続くというとんでもない状況になってしまいます。ですが、このデスソースをぶっ倒す方法を、この方法を使えばデスソースを飲めっていう状況になったとしてもですね、辛いとかそういう感情なくデスソースを飲めるんじゃないかという、今日はそれを皆さんに教えようと思います。本当にもうすごいよ。デスソースを薄めようと思っていろんなものを混ぜた人がいるんですけども、どれも意味なかったんですよ。そんな中、私が準備したのはこちら、お薬飲めたね。これ知ってる人いるのではないでしょうか。お薬飲めたねってやつがあります。イチゴ味ですね。で、こういう風にお薬を飲むときに使うやつなんですけども、お薬飲めたねはゼリータイプのオブラートになっております。苦い薬が嫌いな子供たちがこのゼリーに薬を包むと美味しく薬を飲めるよっていうやつでございます。そう、お薬嫌いだよって子多いんですよね。お薬だって苦いんだもん。苦いお薬をすぐ飲めるって本当すごいことだと思うんですよ。ってことはですよ、もう苦いと辛いってほぼほぼ一緒なんですよ。もう両方その舌に触ってえってなるのは一緒なんで、このデスソースをお薬飲めたねでこうオブラートすれば、ここの画像ではお薬って嫌いだよ、大丈夫よ、いちご味のプルプルゼリーにお薬が包まれるからつるんごっくん本当だって飲めると。これが YouTuber バージョンだったら、デスソースって嫌いだよ、大丈夫よ、いちご味のプルプルゼリーにデスソースが包まれるからつるんごっくん本当だねつってな。デスソース飲めって言われても、これで包んで飲んじまえばもうデスソースが辛くない、辛くないデスソースを飲み込むことができるんですよ。もう画期的です。早速やってみましょう。はい、では早速やっていきましょう。まずお薬を出します。え、これ水じゃね、ゼリーじゃねえ、もっとちゃんとしたゼリーがいい。あ、こういうのでいいよ、こういうの。大丈夫か。はい、こんなもんですね。これ大丈夫でしょうか。本当にこんなの防げ、いや絶対防げます。苦いお薬もこれで飲めますからね。辛いのももちろんスッて飲めますからね。乗せていきます。はい、うわ、やっちまった。コーティング、待って、これもやばいな。おい、一応デスソースはちゃんと包まれているので、これでどんなに辛いお薬でもごっくんすれば余裕です。いただきます。Huh?